じゃあ練習していきましょう、はい、試験が気になるなあれ。試験、ね、中間試験ですかね。普通の学力、学力です。そっか、レギュラーになれるかどうか。いや違う、そんな強豪校じゃない。海道高校みたいなそんなあのストイックな学校じゃないんで。丘人魚とかない？ないです。大丈夫、足縛られて。海道高校のやつでもこれ学テストが悪かったらちょっと調子が下がったりみたいなのがあった気がします。なるほど、淡路っす。なんかすげえ勉強すんだよな、うん、学力下がったやつ。信頼度、うん、スタメンで起用したりベンチ入りすることだよ、うん、そっか、じゃあ使った方がいいんだね。使ってった方がいいのか、ね、代打でも何でも使おうか、はい、これから、うん、まあ大きく動いてくる、はい、守備力、うん、さあ試験、はい、さあ、お、うん、川で、本当だ、わ、結構みんなダメだな。やばいやばい。あ、練習効率。練習効率下がんだ。5はやだな。うん、2と1と2で。3と1でいいんじゃないですか。で青。3と1で青に行こう。うん、はい。父の日。お、合宿でめっちゃやった方がいいです。へえ。特殊能力とかいっぱい。なるほど、うん、じゃあ合宿。合宿行う、はい。能力上がること受け合いですよ。受け合いがカタカナになった、うん、コムアイみたいな水曜日のカンパネラ風みたいだった。受け合い、受け合い、ミートバッティング、これ大事。お、なんか嬉しいな、徐々に上がってるの、ね、あ、いいじゃん、カズヤ大島アジ、いいっすね。そうだね。あれあれ、おい、いいんだよ別に、プロ入れるんだから少し下がった、やばい、少し上がったけど経験値下がった、やばいやばい、1、うん、1、ね、変化球のやだな、一個もそういうマイナス面出てほしくないね。出てほしくないですね、側には、側には。お、やっぱ真面目だからな金髪だけども、一生懸命、本当に一生懸命、近畿とかさ、覇者とかさやるもんね。2かな、2で休ませよう、休ましましょう。でもその後が危なかったりする。まあ5選べば多分回避は、まあ2、1でもいいですし。なるほど、うん、よし、これで休もう。はい、お、笑顔いいね、淡路も上がってるぞ。これで、あの、1、2、3、4、5、6、7、7目指そう。ってことは5、1、1、1、1、いいと思います、うん、5あると思います、うん、誰でした、誰でしたっけ、じゃあ、天心木村さんだ、天心木村さん起用設定でオーダー設定、あ、こういうのもやっといた方がいいね、試合の前にね、やっときましょう。お、あ、足利高校、お、前評判いい、これ勝てますよ。足利高校なんてあるっけ、でも実在しないんじゃないですか。しないのか、足利。来た、公式戦、お、楽しみだな。じゃあ一旦このオーダーとか組みますもん、ここでやっとく、ちょっと、はい、で、ちょっともう2年生とか主体にしません。いやー、でもかわいそうすぎない。でも3年生も多少は出すけど、いい3年生は出すけど、あれ、淡路のせいで、淡路のせいの、なんか淡路、淡路がなんか一瞬クソ縁でたよ。データさん、データの起用設定ですかね、うん、うん、いい3年生はもちろん残すよ、こいつは残す、ね、ちょっと逆にこの辺の押しも全部 F になった、普通だな、ミスター普通、視野に出るレベルじゃないな。カズヤいいね、そこ確かに、 E が2個1年生からの。カズヤさんのサブポジどこなんですか。1ファーストなんだ。土田は E でもいい選手だもんな、これでいいのか、なんだかんだ。いやでも2番ですが、ピッチャーっていうのはちょっとね、そこ変えられんじゃん、そこ変えましょう、一瞬見て、江川でエースにしましょうよ。まあまあいいんだ、肩、あ、ミートもいいね。ここは笑顔で、うん、そう考えたら変化球変えたいね、もうちょっと。これ9番、はい、カズヤさん2番でいい気もしますけどね、うんうんうん、そんなもんか。
えでもいいもん出す。でも出したいですけどね。もうちょっとしてからじゃない？松野岡村どうなんですか？いや練習試合で使うっていうのはありかも。岡村悪くないと思う。まあいいのかこれで。岡村ね。使います。でも土田 D でしょ。ね、パワー D とかだった。土田いいのね。成田はどうなんですか？平山のところ。あ成田変えます松野に。松本成田、まあ、2年生使ってくるシステムね。はい。ミートも田所はいいの。田所、田所変えます。田所俺か淡路にします。いやでもいいっすよ DD。 いやそうだね、ちょっと代打要員とかにしよう。大島淡路角田拓は。はい、そうっすね。なんだ、和也だけ1年生からストレートだ。それか田所を代打要員するか。ピンもうここぞの時に DD 出しときてえな。じゃあ出しましょう。いいバッターだね。いや3年生はだってもうこの試合で終わりだからさ。このあといくらでも俺らレギュラーに試合をしよう。なるほど、もう終わりました。ゴイちゃんとズブズブなんだから俺ら。フィットエンドランどうする。まだ少なくていいと思う、まあ、足速くないし、うん、そんなミート力も高くないから。スクイズはスクイズは普通でいいんじゃん。うん、そんなもんすかね。じゃあこれにしとく。はい、でこれもうこの夏終わったらもうレギュラー、うんうんうん、そういう考え方。はい、わかりました。よしよっしゃ、うん、おおおいいいい、シリコン、はい、ワンテン。お、これで練習を決めれる、うん、さあここだな。ね、江川一回一、はい、回江川変化球投げる。ちょっとあるよねそれね、可能性。わかりました、磨きますか、うん、じゃあドロップカーブでいいですかね。ドロップカーブだね、はい、江川といったら。でこのスタミナはもうそんなにいらないですよ ね、 いらないね。球速もまああれとして、コントロールか変化球。変化球ですかねこいつも。菅原、うん、変化球はよくまだ使うもんね多分、はい、パーム、スライダー、パームパームちょっと上がってるからもういいよ。ミカちゃんはもう使わなくて、もうとにかく3年生になった時にいいリリーフとして、うんうん、見して一応あの変化球どう。ちょっとずつ上がってきて1個上がったもんね、はい、もう1個上げてみる、うん、そうですね、このまま、うん、あとコントロール上げて、そうですね、うん、もう変化高速スライダーマックスとかにしましょう。あ守備力まあいいか、これ補給上げといた方がいいかな。あでもいや拓也を早めに、拓也2年生からもキャッチャーにしたいから、はい、そしたらこいつは代打要員にする川で、でミートミート。なるほどなるほど、じゃあミート上げましょう。で、タクヤもミートミートあげましょう。で土田、これもう3年生はまあいい。3年生はいいね、パワーね。これも岡村もパワーでいい。成田もミートでいい。松野、守備力ちょっと欲しいか、守備力もちょい、うん、平山もパワーでいい。いや、俺さ、2塁ってあるよ。はい、タクヤを2塁にする。俺セカンド使えんのよ、セカンド。なるほど、だから、だって次の2塁って松野でしょ。はい、松野、うん、あ松野だったらそうだね、うん、じゃあこのまま俺はミートにしといて、で松野はもういいか、守備でとりあえず、うんうん、守備要員、平山パワー、芹沢もちょっともうちょっと休んだ方がいいよね、練習効率でさ。芹沢いいな、これ芹沢いいね、パワーか、これもそうだね、あのミートかパワー、これ補給上げない。あ補給上げ、本当だ、補給上げましょう。これはもうミート、あでもミート C になってる、これもいいじゃん、上げてえな。3年間でもいっか、パワー上げますか、パワー上げ、田所3年生ミート補給、うん、まあ補給いらないか3年生。そうだね、じゃあ肩上げますか。ちょっと D まで風邪はこのままにして、そうだね、総力上げで。大島はなんかね売りが欲しいよね、売りが欲しい。そうなんですよ、じゃあ、ね、ミート上げる。でもミート上げますか、ミートはパワー、ミートとかパワー、僕はやっぱその松井秀喜コースに乗ってるんで。あ右打ちか、鈴木誠也コースだな。じゃあ
ライトで。淡路はあれだな、全然使えねえな。勉強ばっかしてるんですよ。どうしようか。でもやっぱ淡路はやっぱ筋トレに励んでる、うん。筋トレさせよう、はい。よしよしよし。でも率先してやっぱ淡路はこうやってボランティア活動も。そうね。いいね。よしよし特訓。あ、俺いる。大島。いいですか僕。いや、やばいし。なんでなんですか。僕いいっすか。大島にしよう。大島の売り。なんかつけよう。パワーヒッター。これかー、あんな痩せっぽっちのやつがつくわけねえだろ。いけいけ頼む。あ、そりゃそうだろ。くそー、信頼度上がった。じゃあ試合いきます。はい、公式戦練習いいかな。いきます。あ、4いきますか。あ、でも次のがやばいから4残しておいた方がいいな、うん、赤ばっかだから。じゃあ1にしますね。なんだ上、勝ったら上です。あ、そういうことか。はい、よっしゃ。まあまあ初戦はか、なんとしても勝たなきゃな。前評判はうちが上なんで。あ、そうか。はい、平山、笑林、笑川、笑川にしましょう。あ、バッターのがいいか。これ何、あ、これバッターのがいい。じゃあ平林、うん、お、じゃあこのまま行きますよ。行こう。あ、笑川調子いいぞ。よっしゃ。いいねいいねいいね。コントロールいいしね、笑川。確かに。完封しちゃえもん。ワンアウト。よし、いけいけ。走者なし。平林。もうこれはランナーいないので。早めに点取って楽したいの。強振で終わりです。お、お、落ちろ落ちろ落ちろ。ああ、はい。あいつ優しい顔してんな。ね、笑川にニコニコ。お、センス、あ、また違う、先制された。されたん、うわ、ほんとだ、やばいな。やばいやばい。引っ張りが5ですね。まずはミートで、はい、ルイに出る。うん、ミートでちょっと引っ張りでルイに出る、ね、はい。わあ、めっちゃ入るな、平林。まあまあ2点差なんで全然大丈夫です、うんうんうん、やばいやばい。お、罠でスタンドイン。おー、いいんじゃん。チャンスチャンス、平山、平山これも使っちゃいますか。これはもうそうだね、使う、これは使いましょう。これは使う場所でしょう。パワーがかなりアップします。来たで、ゲッツーだけは、ね、ゲッツーだけは避ける。これでもいいか。でもここはうん、そうっすね。慎重、なんかヒットエンドランダムで転がせ、確実にいってほしいな。何にしようかな、うん、はい、犠牲フライでもいいですけど、うん、初球ストライクから、おっ、何だろう、おし、惜しい、あ、惜しいな、おし、よし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 、まず1点、よしよしよし、来たぞ。あ、そうだ、ここにやんの忘れてた。あ、江川だ、ラッキーボーイ。いや、使うのもったいないか。そうだね、転がせで、うん、バントもありますけどね。とする、一番バッターに託す。だって転がせで5だけど、でもいいのか。これ慎重にいいんじゃない、これでランナー進める、慎重打撃ですよ、うん、す、あ、それもいいか、ボール、うん、どうだろう、これでも、まあゲッツー怖いな、うん、怖いよね。バントでいいっすか。え、でもどうだ、バントでもいいよ、一番に託すっていうのもありだけど、でも1だよ、うん、うわ迷う。まあ、ゲッツーはないかもね。これで進塁打になる可能性もあるしね、転がす。じゃあ転がしますね。江川、うん、なんとかしてくれ。最悪空振り三振でもいい。あ、最悪。あ、でもラッキー。ラッキー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 。さあ一番、これは使った方がいいかな。江川に盗塁をさせるね。確か追いつきたいっすね、ここで、うん、ラッキーボーイ使うのありかもしれないですね。お、チャンス来た。で、ミートでいくよ。はい、で、お任せが3でしたよ。行くよ、はい、行くよ、頼む、なんとかしてくれ。やばい、追い込まれた。おっしゃ、抜けろ。あー、やばい、えらえら、あー、あー、惜しい。
まあ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 1点返しましたもんね。まあ徐々に取ってこう。うわやべ、ここは絶対守りたい。まだ笑顔だよね多分。はい、でも三振7個取っていいピッチングはしてるんですよね。どうしよう。でもまだいいのかな。でもワンツーアウトだから、うん、そうっすね、うん、これもいいか。はい、速球で1点返さない守備にしない。これどういうこと。守備位置を定位置ってことですか。いや前に出して、前に出すんですか。もう1、え、2外野前進で。あ、そういうことっすね。とりあえず1点入れさせない。なるほど。裏抜かれたらあれだけど、9番のピッチャーだから、しかも低めで、うん、はい、多分ね外野の頭は越されないと思う。なるほど、頑張れ頑張れ。内角にします。5、そうだね。キャッキャッキャッ、オッケー、はい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 、でかいでかい。よし、これはルーに出たいな。究極の思考、研ぎ澄まされた思考でプレーします。使いますよ、もう7回ですし、うん、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。これでいきます。あれか、積極にしよう。あ、いいか、そうだね、積極でいい。あ、間違えた、もういいか、うん、積極にします。来い、よし、あー惜しい。次ボールだったら慎重にしよう、慎重あ、もうこれファーボール狙いでもね、うん、頼む。ああ、でもワンアウト一塁。ごめんごめん、俺の当てが外れた。松野、7番松野。黄色い声援は調子上げれます。これはいいか、ダメなの。送り、とりあえず使うか。はい、調子を上げてお任せで。はい、バントもしないよ、頼む。よし、よし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 、ナイス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 、熱い試合だな。いいな、行くぞ。いいないいな、よし、犠牲フライ5だ。犠牲フライだね、はい、これは。じゃあ身長でいいんじゃないですか。ミートでいい、ミートの身長、身長の犠牲フライ、よし、はい、いいぞいいぞ、満塁じゃん。フォアボール、来い、見る。おお、浅いな、浅いな、これは無理だな。うー、笑顔だ、代打出そうか。そうだね、うん、さすがに出しましょう。うん、こいつにしますよ、うん、成田頼む。3年生に超ホワイト、超ホワイト、調子か。でもいいじゃん、まあ、絶好調にして、絶好調にして、やっぱり積極、うん、そうだね、ここで決めさせよう。いいよ、ちょっと待って、抜けろ。うわー、マジか。笑顔変わったよ。もうアウト二塁、もう行ってもやれない。大丈夫、いいピッチャーだから。2年生ですもんね、これ使わないでいいのか。はい、うん、そうっすね、ワンアウト、うん、はい、速球が速いですね、こいつは。51キロ低めのボール引っ掛けた。うわ、送られたか。でもリアツ使いますか。こいつはいいんじゃない。あ、4番で4番で使いますか。低めに速球を投げ込む。よし、よし、ナイスボール。よっしゃ、ふぅ、緩急で、そうっすね、緩急で1球。よし、刻むな。やばいやばいやばい。まあまあ大丈夫です大丈夫。まだいいやつは。うわあ、ツーアウト一三塁。外角中心。いつでもやれないからな、でも、うん、ちょっと間違えた。あれ、前出せないのか。守備位置も浅いか。いいよ、いいやつ使っても。
いやでもあそっか、どっちもいい。あれ6番に、うん、だから進んだじゃん、さっきファーストだったけど三塁まで。やばい、ちょっと待って、全然ストライク入んない。そういうことか、ストライク入んない。よし、よし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 、オッケー、ナイスナイス。あ、大島出てる、ドロン。大島出てるよ。お、ノーアウト一塁で大島だ。大島変えよう、大島じゃ自分で、大島変えようってな。大島は自分でやろう。あ、ここバントさせてください、うん、はいはいはい、もうバントします。はい、ファイトいいの？大丈夫です。おー、連打連打連打、ナイス。よし頼む、繋げた。ファイト使いましょう。使おう。ファイトパワー上がるんでしたっけ？調子か。じゃあこれも引っ張り、引っ張りは良くないな、流したいな。流していい？うん、はい、顔任せか。これちょっとあの引っ張って進塁させることに流して、うん、ツーツー、うーん、あれ入ってんのか。おっ、びっくりした。このまま我慢、うーん、走れんじゃない。ダメだ、戻ってない。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。黄色い声援使って、まあこれ調子で味方全員だ。背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。お任せか。もう強振で。強振お任せにしよう。はい。もう一発。うわあ。飛び込んだ。気迫を見せましたが、ここは及び。おそおそおそ。いや、ここまた9回につなげよう。絶対ここは1点もあげない。うん、ゲッツーシフト。緩急重視。諦めなければ、ナイス。一個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 。ツーアウトランナー二塁に変わり、ここまで2安打の米山。威圧使います、威圧使おうか。はい、でピッチャー変えよう。その後、はい、うん、打たれたら、うん、よし、ナイス。早いな、ストレート。低め、うん、よし頼む。オッケー、よしよしオッケー、ナイス。さあ、こっから行くよ。最終回、おチャンスある。さあ、ピッチャー変わった。こういう時に使えないのか、使っちゃうとね。代打出す？いやでもキャッター、あーでも D いいですからね。まあいいバッターだよ、これが一番いいか、うん、お任せ、転がせ。これはお任せにするわ。はい、抜けろ。よっしゃ、よしよしよし、よし。田所、二点差か。転がせ、威圧使います。さあ、持ち前の気迫で相手を威圧していきます。送りバント、送りバントでも二点差だもんな。転がせ、転がせ、ゲッツー、超え。分かる分かる、そうなんだよね。引っ張るか、どう。引っ張ります。ゲッツー怖いね、転がせよね、うん、強振ちょっと刻みます、ここは、うん。全然引っ張れじゃなかったけど、待って。もう転がせで、はい、うわー、ゲッツーコース、やめて、セーフ。うわー、これで、最悪だ。初戦敗退。いやダメだ、諦めちゃダメだ。ツーアウトから、弱小だなぁ。弱小高校だなぁ。いや、これはだってしょうがない。だって、江川を先発させたんだから。うん。うん。まあでも、江川は。3年生引退？引退です。え？ただこの、ま、負けたっていうのがいつか大きな財産になるから。スラダンみたいに。スラダンの。あ、しなくていいですか？うん。あ、いい家でいいですよね。はい、今や、いい家にしたから下がったね。違う、負けたから違う。うわー、キャプテン誰にしよう。でもやっぱ
熱血感がいいですね。平山とか岡村とかちょっと愛着湧いてきてもね。そう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 なんだよ、ね、確かに平山平林とか、ね、平山平林のひらひらコンビ好きだったんだけどな。ひらひらコンビ、これどうします？守備投手力でいく？いきますか、うん、そうだね、はい、やっぱ江川を、うん、江川を中心でね、もう1年生で先発させたってことはそういうことだから、そういうことですよね、うん、